逸前聖ールから1668年8月21日は中国民末に日本に渡来したそうである。属性は利子。逸前は自。聖ールは法意味なである。波雲安王、を遠ビ陸、遠加道人と合する。人間流起を日本に招聘し大爆衆の発展に尽くした。またがそうとしても知られ、羅漢図、新鮮図などの仏が人物図を得意とした。 北州画風の新様式を伝え長崎館がの、祖とされる。門邸に、河村弱氏や渡辺周石らがいる。白衣館論館はく三即六3665年長崎、歴史文化博物館1601年、石膏省公衆府戦闘圏に生まれる。1644年、民末の反乱期に動乱を避けて来日し、長崎、幸福寺の木古女帝の下で仏門に入る。 翌年には、木子が引退し、第三代十字の座を継承した。1650年、晩年の住居となる通り岩を門前に建てる。1652年、無心性格の懇願により、陰元隆起を調整した。結果、四時にわたる調整上の王冠の末、1654年7月に陰元の来日がなった。はこれを喜び以降、陰院に、 受け法東殿の国を刻み書画に押した。因元がトライすると、伊前は幸福寺の十字を因元に移常した上で、自身は漢字と治ったが、翌年、因元が摂津国の不問寺に移転したため、十字に復帰した。1656年、清一堂助に十字の座を譲り、幻、木山道路案に引退した。1657年には、因五六と、 こと、玄密を反抗した。1668年7月、幸福寺で没した。去年68。墓所も、幸福寺跡と山にある。ダルマキゾーズゲン山憲法着色らかん遊戯図1664年資本着色。ありがとうございます。